2022年のシーズン終了後、広島は笹岡慎二監督の退任を発表。それに伴い次期監督を模索していましたが、そこで新監督に選ばれたのはメディア、ファンが予想していなかった男、新井貴浩でした。新井は現役引退後、これまでプロ野球の現場では活動することなく、経験不足が不安視されていますが、広島を日本一に導いたスターの監督就任ということで、広島ファンは盛り上がりを見せています。そんな新井ですが、現役時代にカープファンから大きなバッシングを買い、もう二度と広島には戻れないと思ったという時期がありました。そこで今回はカープファンからバッシングを受けた新井貴浩が、広島カープの監督に就任できた理由についてご紹介します。猛練習に耐えて広島の主砲となった新井。広島県広島市で生まれ、幼少期から生粋のカープファンだった新井は、野球をはじめ高校時代は県立広島工業高校でプレーしました。甲子園への出場はかなわなかったものの、高校卒業後は駒沢大学へ進学。この大学時代に新井はリーグ通算60試合に出場、187打数45安打、打率2割4分1厘、2本塁打、26打点とあまりいい数字は残せなかったものの、4年秋のリーグ戦で打点王、ベストナインを獲得していました。それでも大学通算2本塁打、そして守備にも不安があった新井は、プロ入りできるかが怪しいラインの選手でした。しかし当時駒沢大学の監督を務めていた太田誠は、後に新井がどうしてもプロに入りたいというので、駒沢大学 OB の大下剛に相談して、当時の広島スカウト渡辺秀武に話をまとめてもらったと、新井の強いプロ入りへの思いを感じ、当時広島のヘッドコーチを務めていた大下に話をつけたといいます。こうした太田監督の助けもあり、1998年のドラフト会議で広島から6位指名を受けて、憧れのチームでプレーすることになった新井。そんな新井をプロ入り後待ち構えていたのは、想像を絶するほどの猛練習でした。入団後、プロ入りを助けてもらった大学の大先輩である大下ヘッドコーチに、朝から晩まで徹底的にしごかれたという新井は、当時の練習について、カープの練習は厳しいとは聞いていましたが、自分は高校大学と練習が厳しい環境でやってきて、特に駒沢大は大学野球界の中でも1、2を争う厳しさだという自負がありました。なので大学よりは厳しくないだろうと思っていました。ところが大学より全然きつい練習じゃないかと。当時の僕の気持ちを一言で表すと、プロ野球ってこんなに練習するの？そう思いました、と高校大学の比ではない練習量を課された新井。1年目はとにかく練習に明け暮れたという新井でしたが、その成果もあり1年目から7本塁打を記録します。そして続く2年目には16本塁打を放つなど、順調に力をつけていった新井は、3年目にレギュラーへ定着すると、4年目に自身初の規定打数に到達し、28本塁打を放つ活躍を見せていました。そんな中で新井は、入団当初から尊敬していた先輩である金本智明が FA で阪神に移籍したことにより、広島の4番に座ることに。しかし4番の重圧があったのか、2003、2004年と2年連続で不振に陥ってしまった新井。それでも2005年にフォーム改造に取り組むと、その成果が現れて、自身初の打率3割超え、そして自己最多となる43本塁打を放って、見事に初の本塁打王に輝きました。広島の頼れる4番に成長した新井ですが、この頃から FA 権を行使するのかどうかという部分に話題が集まっていくようになります。涙の記者会見で生まれた名言。こうして球界を代表するホームランバッターに成長した新井は、2005年のオフに FA について聞かれた際には、一つのチームで選手生活を終えるのが理想、 FA? そんな選手じゃないと、FA に関する質問を一蹴していました。そんな新井は、続く2006年もホームランの数こそ減ったものの、自身初の100打点を記録。そしてこのオフには FA 権を取得していたエースの黒田博樹が、ファンの声に応える男気を見せて生涯広島を宣言すると、翌年のオフに
FA 権を取得する予定になっていた新井にも注目が集まります。そのような質問に対して新井は、カープが好きですし、入れるもんならずっといたいですよ。黒田さんから一緒に頑張ろうと言われた。また一緒のユニフォームでやれるのが嬉しい。黒田さんとプレーオフに行きたい。というように、黒田の存在も大きいと話し、紙面には、黒田に続き、新井も濃い一筋宣言と大きな見出しが出ていました。カープファンもこの言葉に安堵した中で迎えた2007年、新井は安定したバッティングを披露し、28本塁打102打点と4番らしい働きを見せます。しかしながら、当時広島は暗黒時代真っ只中で、万年 B クラスをさまよっていました。それでもカープファンは、エースと4番が生涯カープ宣言をしてくれたことで気持ちが保たれている部分があったのです。しかし新井は2007年のシーズンオフに入ると、まさかの FA 権を行使することを発表。そして記者会見の場で新井は、辛いです、カープが好きだからと声を詰まらせながら語ると、行使した理由について、自分を厳しい環境に置き、そこでどう変わっていくか挑戦する気持ちが出てきたと、優勝争いができていなかった広島から出て、優勝争いができるチームに行きたいといった理由を語りました。さらに、これまで応援してくれたカープファンに対しては、気持ちを裏切る形になり申し訳ない、喜んで出ていくわけではないというように、謝罪の言葉を涙ながらに語った新井。ちなみに、この会見で新井が発した辛いですという発言は、野球ファンの間でかなりインパクトが残るものだったため、これ以降新井は辛いさんと呼ばれるようになってしまいました。また、 FA 権を行使した最も大きな理由について、新井は自身の著書の中で、一番は金本さんの存在だったと、やはり一番尊敬する存在である金本と再び同じチームでプレーしたいという思いが強かったと語っています。しかし、会見でそのことを話さなかった理由としては、金本本人に迷惑がかかってしまうからということでした。そんな新井は、 FA 権を行使した後に金本が所属する阪神と交渉し、2017年12月11日正式に阪神への入団が発表されました。こうして阪神入団が決まった後でも、新井は1月に広島で放送された番組では、僕のことをやじるファンよりも僕の方がカープを愛してると、広島への愛着は誰よりも負けないと移籍してもなお語っていた新井。それでもカープファンは、これまでの発言もあり、生涯広島でプレーすると思っていたことから、新井への不満が大爆発することになってしまうのです。手洗い広島への帰還、そしてまさかの復帰。こうして阪神へ移籍した新井は、移籍1年目の2008年4月1日に、阪神の選手として初めて広島のホーム、広島市民球場に足を踏み入れます。カープファンにとって、裏切り者の帰還は当然歓迎されるはずもなく、広島時代のユニフォームが投げ込まれ、大ブーイングを浴びせられるなど、球場は異様な雰囲気に包まれることに。この時の様子をチームメートとなった金本は、僕が FA で阪神に移籍して市民球場で打席に立ったら、カープファンが拍手で迎えてくれたんですよ。ヒットを打っても拍手が起きて、本当に嬉しくて感動した。それから数年後、新井って知ってます？あいつも阪神に移籍してきたんです。そしたら市民球場でプロ野球史上最大のブーイングが起きたんですよ。踊りゃどの面下げて帰ってきとんじゃって、もう罵声の嵐でしたね。その時3番新井、4番が僕で、もうネクストでケタケタ笑ってたんですよ。そしたら、今まで僕を応援してくれてたカープファンが急に、お前も一緒じゃこらってなって、それからしばらく僕もやじられる羽目になったんです。とばっちりですよ。というように、金本自身が阪神に移籍した時は拍手で出迎えられたのに対して、新井に対するブーイングがすごすぎたせいで、自分にもとばっちりが来たと冗談半分に語っていました。やはりカープファンにとっては、それだけ新井に対して許せない思いがあったというのがよくわかるものでした。その後、新井は阪神で2014年までプレーしましたが、広島時代のような輝きを見せることはできずにいた新井は、出場機会が減っていたこともあり、
2014年のオフに自ら阪神に自由契約を申し出て退団することに。その後、他球団からのオファーを待つことになった新井ですが、一度裏切ってしまった広島からは絶対にオファーは来ないと思っていたといいます。しかし37歳となる復活するかもわからない新井に対してオファーを送ったのは古巣の広島だったのです。広島からのオファーは阪神から受けた年俸7000万円という提示を大きく下回る2000万円というものでしたが、新井はその条件でも広島へ復帰することを決断しました。この決断に至るまでにはやはり新井の中でも葛藤があったようで、球団から帰ってこいと言ってもらってからずっと悩んでいた。嬉しかったが、もう一人の自分に一回出たんだから帰っちゃダメだろうという気持ちもあって、でも帰ると決断した時は応援してもらえなくてもたとえ罵声を浴びてでもプレーしようと覚悟を決めて帰ってきました。というように、たとえカープファンから歓声をもらえなくてもいいという覚悟で復帰を決断したと語っています。こうして2007年以来のカープ復帰となった新井は、キャンプからベテランは免除される特別練習をこなし、体をいじめ抜くなど開幕前から相当な覚悟が伝わっていたといいます。そんな新井はついに広島の選手として広島市民球場から移転してマツダスタジアムとなった本拠地に立つことになるのです。広島に全てを捧げリーグ優勝にまで導いた新井、2008年に阪神移籍後の広島市民球場で受けた大ブーイングから7年が経過した2015年、新井は広島の選手として開幕戦の7回に代打で打席へ向かいます。その新井に対してカープファン大ブーイングではなく大歓迎で迎えたのです。この時の思いについて新井は、戻ってきた自分を大声援で迎え入れてくれた、ブーイングで受けたトラウマよりも昨年の開幕戦の声援の方が大きかったし鳥肌が立ちましたと、優しく出迎えてくれたカープファンの対応に鳥肌が立ったと語りました。こうした広島の球団ファンの優しさに触れた新井は、何があってもできることをやろうと決めていたようで、ベンチにいる時はまるで新人選手かのようにグラウンドに向かって声を出していました。さらに2015年、シーズン開幕直後の5月には左手中指を負傷してしまった新井、この怪我は脱臼に加え腱がずれて手術が必要なほど深刻なものだったそうですが、新井は、手術となると 2,3 ヶ月野球ができない、痛み止めを打って出ようと、そう考えたのは帰ってこいと言ってくれた球団、大声援で迎えてくれたファンの存在がありましたというように、球団ファンの存在があったからこそ無理をしてまで出場を続けたといいます。そんな状態でも広島で新井は1年目の2015年に前年に比べて数字を伸ばすと、迎えた2016年に新井は驚異の復活劇を見せるのです。この年新井は疲労を考慮され休養なども入れながらではありましたが、基本的に広島の4番を務めていました。その中で新井は開幕から勝負強いバッティングで4番としての仕事を見事に果たし、最終的には打率3割19本塁打100打点という全盛期に近い数字を残しました。こうした新井の活動もあり、2016年、広島は25年ぶりとなるリーグ優勝を果たし、新井自身はセリーグ最年長となる39歳で MVP を獲得。その後は代打での出場が中心になりましたが、チームの精神的支柱として広島のリーグ3連覇に貢献した新井は2018年をもって現役を引退しました。再び広島の黄金時代を作るためにやってきた新井、こうして最終的には全てのカープファンに愛されて現役を引退した新井。そんな新井の引退後は基本的に解説業を中心に行っていましたが、2023年から広島の監督に就任することが先日発表されました。しかし、これまでコーチの経験もない新井がなぜいきなり監督に抜擢されたのでしょうか。新井を監督に抜擢した理由について、広島の町田はじめオーナーは、フレッシュさが必要だと思った、ベテランと一緒に戦っていて気心が知れているのでチームを引っ張ってほしいと、まだ46歳という新井のフレッシュさに期待したいと語ると、努力で這い上がったイメージがある、自分たちがやってきたものを
若い子に要求してほしい。練習は不可能を可能にす。その言葉を体現した選手の一人。若手に2年続けて活躍した人がいないので、いい形で伝えてほしい。技術より心構えの伝え方ができるはず。というように、猛練習を耐えて成長した新井だからこそ、今の若手に伝えられるものがあるのではないかと期待していました。そして、明るく優しい生活が目立つ新井ですが、3連覇を果たした2度目の広島時代には、チームの輪を乱すような態度を取った中堅選手に対し、個別に話をして正したことがあるなど、リーダーシップもしっかりと持っていることがわかります。監督就任の記者会見では、私は一回カープを出ていますので、それでもまた球団に戻ってこいと言っていただき、現役では3連覇もさせていただいて、球団には恩がある。私には断る選択肢はなかった。と、就任の経緯を語ると、私自身も勝ちたい。勝つために、カープのために何がベストなのか、中期的、長期的なビジョンを頭に入れてやっていきたい。皆さんを喜ばせ、皆さんの気持ちを真っ赤に燃えさせるように頑張っていきたい。というように意気込みを語っていました。このように一度は広島を裏切る形となり、バッシングを浴びながらも、復帰後に黄金時代へ導いた新井が、今度は監督として再び広島を黄金時代に導いていけるのか、手腕に注目が集まります。いかがでしたでしょうか。あなたは今回紹介した新たに広島の監督に就任した新井貴浩についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で教えてください。